できるパワーポイントの使い方応用編。この動画ではパワーポイントを使って自由研究をまとめるための説明をします。まず基礎編を見てみましょう。基礎編では文字の入力や写真の使い方を説明しています。見たよというみんな、準備はいいですか？応用編始まります。まずは基礎編で保存したテンプレートを開きましょう。それでは文字の大きさや色を変えてみましょう。入力した文字を選んでフォントグループのフォントサイズをクリック。数字を変えると文字の大きさが変わります。文字をクリックしたままマウスを動かすと配置も簡単に変えられます。次は文字の色を変えてみましょう。文字を選んでフォントグループのフォントの色をクリック。大きな虫眼鏡の横に星を入れてみましょう。図形描画グループから星を選んでクリック。大きさや色も簡単に変えることができます。したい写真をクリック。右下のズームバーをプラス側に移動して見やすい大きさにします。まずはトリミングをしてみましょう。図の形式タブのトリミングをクリック。いらない部分を切り取ってみましょう。元に戻すを押せば簡単に直せます。次は背景を消してみましょう。図の形式タブの背景の削除をクリック。色の変わったところが消えるところです。このままだと触覚が消えてしまうので微調整しましょう。保持する領域としてマークをクリック。文字をクリック。背景が削除されました。さらにパソコンならではの作品にするにはアニメーションを追加して文字を目立たせてみましょう。アニメーションタブをクリック。いろいろな動きを試してみましょう。ビデオも追加できます。挿入タブのビデオをクリック。使いたい動画をあらかじめデスクトップや好きな場所へ保存しておきましょう。使う動画を選んで挿入をクリック。大きさを調整して実際に見てみましょう。どうでしたか？パワーポイントは使い方が分かればとっても簡単。パワーポイントを使って自由研究を素敵にまとめてみましょう。